はい、というわけで、同星のリレーやってきました。通勤・通学、お疲れ様でございます。本日も行ってみましょう。今日は何だろうな。何だろうなおっ、こちらはあ、ドメスティックドローン。 今回の新商品、<あ>デイスドメスティックドローンですね。お、お掃除ちゃん。お、おまるみたいな。まあ、いや、はい、えー。庶民国王問わず、このドローンは誰にでも使える、使え、えー、部屋を掃除する。はいはいはい。お、うん、ロキン時代のってことですかね。うん。おはおおお。探したらデビリーにもあんのかな いやーどうなんだろう、見たことで、ね、今のところないけど、あるのかもしれない。ねえ、もしかしたらあるかもしれないですね、えっと。800デュカットの65万クレジットになっております。今回の新商品、はい、デイスドメスティックドローン、装飾品ですね。船に飾れます、はい、ちょっとお高いですね,ああね。ちょっとちゃんと動きますよ。はい、はい、で続きまして、いってみましょう。プライベートスマイトグリニアえ、近接用のグリニア、勢力ダメージボーナスも、はい。 ですねえー、と最終ダメージが上がりますので、えー、アーセナルで表記されている数字 ×1.55 倍になるということですね、はいえー。ということは単純に切断とかのドットを入れた時に、えー、普通にそのドットダメージも上がるっていうことですね。はい、とても使えますね。状態異常型とかに使います、うん、続きましてプライメットヒーテッドチャージ、えー、ピストル用の火炎,の火炎ダメージが165%モっトですね。 放射線とかのね、うん、火力、さらに上がりますので、ガスとかね、はい、使いますね。続きまして、うん、ピストル、プライベートピストル MO ミューテーション。ピストル用の弾薬変換モードですね。うん、ちょっと弾が足らないなーっていう時にこれをつけてあげると、ピストル以外の弾を拾った時にも、ピストルの弾として、えー、変換されて、ピストルの弾になるっていうものですね。はい。はい 続きましてえ、プライメットタクティカルパンプ、ショットガン用のリロード速度ですね。えー、こちらね、つけれるとお、リロード速度が速くなりますので、えー、ガンガン撃っていけると。いいですね。うん、はいはいはい。えー、続きまして、えー、プライメットコイセンチネルテールですね。テールなんてこちらですね。プリズマプリズマ。あ、プライメットって言いました。プリズマコイセンチネルテールですね。キラキラしてますね。 尻尾です続きましてプリズマシジルですねはいちょっとアーマーが邪魔になっちゃってますけども、えー、こういったシジルになってますね形こんな感じですパ、はい、ロキチはい続きまして、えー、リディーマーエリクシススキンレッドイーマーってガッツは読んでますけどもエリクシスシリーズですねかっこいいやつはいはいはいこういった感じですね 続きまして、おプ<ー>リズムアングストラム、必要ランク8ですね、プ<れ>リティカルが率が18%の状態異常26%なんで、まあ、若干状態上型なんですが、うん、あなんとなんと、えー、来週ですね、次週、うんえー、7月31日からのインカーノンリストにこちらも入ってますので、えー、ガッツはこちらをちょっとインカーノンしていこうかなと。はい 思っておりますそういった代物なんでね、もし買えるなら買っておいて、マスタリーリランクの足しになりますので、ね、買ってもいいかもしれないですね。買ってない方はね、ぜひ、はい。<非>ね、そうそうそうえ。続きまして、バルカーレイス、必要ランク7の、クリティカルが20の、うん、状態以上が25ですね。うん、ちょっとプライムのようなスペックをしてますね。結構ね、スナイパーだね。うん。打ちやすいんですよね。そうだね。はいはい。うん え続きまして、リソースブースター3日分。ここのタイミングで、今からリスプ,プライムしてますので、ね、これ、ね、今回買うかもしれないですね。うん、えー400デュカと15万クレジットで3日分になりますので、うん、ここが、ね、D さんのすごいところ。これ、書き物なのにね、あ,<お>あの時間を、ね、かけてデュカと稼げばクレジット稼げば無料で買えちゃうっていうところがすごいですね。ありがたいな。 ありがたいアレス続きましてタイグリスエリクシススキンですね、うん、エリクシスシリーズかっこいいはいはいはいこ、ね、ちゃんと色変えられますんでこの色じゃなくても大丈夫ですね、うん、はい続きましてプリズマクブローグリフですね、はい、グリフですはい、うん、こちらのねグリフがこ,こちらクブロちゃんの変えることができますはい続きましてシミターサイドニアスキンですね サイドニアシリーズのシミターバージョンですね。はい。はい。こういった感じにっております。はい、続きまして、ロータスエフェメラー。はい。わかりますかこのハスが降り注ぐ。うん。これ結構綺麗なんですよね、はい。綺麗ですね。何もしないでもこうやって降ってくるので。うん、はい。いいですね。香ばしい花びらですね。はいはい。大い<橋>匂いがするんですかね。じゃね大いへはい。 続きまして、えーあえー、プライベートスマイトコラプテッド。<あ>さっきのね、グリニアさんバージョンのコラプトバージョンですね。うん、近接用でございます。うん、これ今非常にね、ねサーキットを通ってる方はね。あ、そうだね。うん、コラプトが出てくることが今ね、最近は最新のコンテンツは多いので。うん、そうですね。はい、結合耐久にしても。はい。続きまして、えー、ザクプレックスでございます。こう,やってこういった感じになっております。はい はい、そう、これだけね番号書いてないんですよね続きましてタンヌカイショルダープレートですねアーマーですね、うん、はいちょっと日本っぽい感じでねで鎧日本の鎧っぽい感じですね、うん、ショルダープレートでこちらがチェストプレートあガツのライノにつけてあるやつですねうは、ん、ははいい、はい。で続いてこちらがレッグプレートになってますね、うん、こっちもかっこいいです、ね、はいバラ売りでございます、はい で、続きまして、Don't be afraid のポスターでございます、えー。ネタバレになってしまうので、多くは語りませんが、えー、エラさんのポスターになっておりますね。Don't be afraid、はい、このセリフをきっとね、わ、はいね、かる日が来ると思います。そうですね。Don't be afraid、はい、続きまして、えーレスレシャン、レシャンター・カルト・シャンダーなんですね。前もありましたね。レ<ー>、ね、そうですね。えー、レベリアンだったかな。はいはい お話で出てくるチャンダナになっておりますね。はい。で続きまして、えートランス、トランスミューターオペレーターフードですね。うん、そう、これアルキメデスの、おえー、あれですね。 フード、うん、アルキメデスって、ね、ヨンタさんとかあとマグリスさんとか最近知ったんですけど学者人間オロキの中の人間の学者さん、はい、アルキメデス人い、はい、ちなみにクレルボさんのお母さんもアルキメデス人だったそう結構いるんですよね銀の果樹園出てくる人とかねへへへへへうんこういった感じだったねこちらジャビジャビだからあれかラボスだったっけかなだっけか調べておきますはい 続きまして、こちら常駐品のフェイパスエフェメラと、はい、えーっと、イナロスの砂嵐の設計図、イナロス取得クエストですね。はい、と、ラストがバロボイドシグナル。こちらは概要欄の方に詳しく載ってますので、ご興味ある天野さんは見るようにしてください。はい。はい、以上になります。はい。 ありがとうございます、えー。今回の新商品、デイスドメスティックドローンですね。新えー、800デュカット65万クレジットとなっております。はい。ありがとうございます。ういますグッドラックテンキー。プイ e p it up, シ、no. ノビフーでした。したあ<ー>あ。ああ。かわいい。行きたい。